はい、豊宮さん、ナサスやっていこうと思います。今回はね、 NA のチャレンジャー仕込みのビルドをしていこうと思うので、再生の弾3つ持っていこうと思います。で、ここからアイオニア、ディバインサンダラ、ガーゴイルストーンプレート、まあ、といったね、まあ、ビルドパスに進んでいきます。これガゴーストにね、確か使えるんだよ。使えなくね、まあ使えないけど、まあ、そんなことは関係なくて、まあ、リジェネ高いんだよね、このチャンピオン。基礎リジェネがね、そこそこ高いので、まあ、これとね、まあ、プラスパッシブのライフスティールが組み合わせることによって、なかなか死なない。しかもフリートと行き過ぎを持ってるので、氷によってほぼほぼレーンで負けることが、というか、まあ、死ぬことがないですね。で、その、まあ、パワースパイクである6レベルぐらいまで、まあ、特にあのデメリットなく到達できると。今日9上げだね。今日9上げします。まあ初手はいいんだけどね、初手はいいなんだけど、結局、まあ、このチャンピオンね、あの進化った瞬間最強なので、シンプル、まあ進化はなくてもウート使ってる間はとにかく最強なので頑張っていきましょう。であまりプッシュしたくないので、まあ、ミニオンにあんまり当てないように、ミニオンのミニオンエブロと真ん中で EO 打たないように意識していきましょう。ど真ん中に打っちゃうと普通にプッシュしてね、あのマジで CS1 個も取れなくなっちゃうので、序盤のナサスだと注意かもです。で、皆さん、これは絶対取ること、まあ、マジで大事、マジで大事、これはマジで大事です。絶対取ってください。シジミニオンはめちゃくちゃスタックたくさんもらえるので、だからその CG 取るときにちょうどクールダウン上がってないみたいなことをしないようにね、気をつけてください。 OK。 で、皆さん、もう9の3発目食らったのに、お、全然食らってないでしょ。ほら、全然取る気がないんだよね、このルーンセットだと。あ、で、ナサスやってる時は、まあ、50万回言ってる話なんだけど、このチャンピオン、レートゲーム強くないんでね、そこマジで注意。パワースパイクは6レベルから13レベルぐらいまでかな。それ以降はね、まあ、スタック溜まれば、どんどん強くなってはいくんだけど、結局、相手の DPS が高まってきて、一瞬で倒されちゃうんだよね。そんなその優秀なタンクスキルっても持ってないので、まあ、ウルトは高性能なんだけど、さすがにレートになって敵の DPS が高まってくると厳しくなってくるから、だからレート行くまでにゲームを下ろしておきたい。チャンピオン、そうね、ゴーストあればね、強いね。このチャンピオン結構そのサムナースペルに対する依存度が高いです。結局あと純徒歩性なので、まあ、W のスローはあるにしろ CC とか受けるとね、全然敵に追いつけないので、そこをフラッシュとかゴーストとかで、まあ、カバーしていけるといいよね。これミニオンにね、W ミニオンにオタラクションしてほしい。ヘイトルにこのパッシブがめんどくさい。これ来れるかな。マナねえな。マナったら全然勝つけど、剣間に合いそうかな。あ、ちょっと厳しそうかな。いける、ナイス、ありがとう。これで12スタックだ、おいしい。あ、ちなみにナサスの球ってマナコストめちゃくちゃ低いので、ほぼマナゼロでもね、打てるんでね、あのナサスと対面するとき気をつけてください。マナないじゃんって言って近づくとね、普通に球打ってくるから気をつけた方がいい。もうスタック欲しいから入んないけどさ。あ、これ勝った。もうスキル全部使って、こいつね、もう打てないから、9、3発使うとね、序盤クールダウンなくて、打てなくなるんだよ、すぐ。はい、ありがとうございます。ローム感謝。で、この辺の時間から本当にね、あのスタックあんまり気にしなくていい。まあ、貯めれたら、貯めたらいいんだけど、固執しないこと、寄れる集団戦には寄っていく。強いから、ウルトさえればね、ウルトさえれば、このチャンピオンもう最強なので。どんどん戦っていきましょう。ああ、エロ。おや、これディバイン完成だね。ドラゴン寄りましょう。ウルトのクールダウンめっちゃ短いんだよね、マジで。このチャンプの良くないところ。ウルトのクールダウンがめちゃくちゃ短い。で、マナ回復ゆっくりしたいところだけど、すぐ向かわないと。あ、でも大丈夫そうだね。トロクさんがこうやって寄ってきてるんだったら、トップに移んないんだったら、寄るつもりだったけど、全然寄ってないみたいだし。普通にトップ買います。あったかな。これ3集めを使ったら、ああ、勝ったわ。ありがとう。
これ Q でね、キル取るとスタックたくさん溜まるので、あのすげえ余裕があるんだったら Q で取ってください。で、この後はね、あのガーゴイルストーン、高レートの人はね、みんなのこのガーゴイルストーンプレート積んでます。おそらくというか、まあ、まず間違いなく、ナサスってウルト使うとね、体力めっちゃ増えるの。で、ガゴストって体力が多ければ多いほど、効果が高いんだよね。最大体力割合だから。だから、ナサスのパッシブ、ウルトとね、相性がいいかなっていう。仕方ないなっていう感じ。トップサイドのジャングル入ってったり、序盤のナサスマジで何にもできないから、どんどん入ってって、その、味方のジャングルと一緒にね、ジャングルどんどん入ってって、敵のジャングルをね、食い荒らすといいです。まあ、次のドラゴンファイトだね。次のドラゴンファイトでひっくり返しましょう。ナサスのコスパで。ナサスのコストパフォーマンスで、次の集団戦勝っていこう。結局自分からエンゲージするってのができないので、これドラゴンファイトでしかね、その集団戦する方法ないんだよね。ナサスって。ミッドこれダイブされるね。エコー来てるね。寄っとこうか。着物たまんないんだよね。What the fuck? クラッシャーだよ、これ。はいー、はいー、最強最強。いや、マジのな。いや、ほんとこのチャンピオンさ、久々に使うと思うけどさ、やばくないか。強すぎじゃないこの時間帯。ほんとに。一番強い時間帯、ここですね、さ。ちょっと待ってね。で、これ、真正面から入っていくの結局むずいから、僕、真後ろから入っていこう。真後ろから入っていくとうちのフロントラインが壊れちゃうからどうしよっかな。あ、こっちからでいいね。こっちから行こう。いやー、頑張りましたけど全体的にすげえ削ってはいたけど、ああ、ナイス、いけるか、ナイス、いや、いい、ナイスナイスナイス、超うまいADC が超うまい、ナイス、オッケー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 、なんとかコスパで押し切ったね。なんとかコストパフォーマンスだけで押し切った。あと、で、皆さん、これさっきはちょっとね、バースター忘れちゃって死んじゃったけど、ガゴスト詰めはもう死にませんよ。だって今の時点で500、これ使うだけでね、500で、ウルト使うと体力さらに450増えるので、こうやっていくつだったっけな、増加体力の 100% だっけこれね、今ガゴストって。だからもうね、とんでもないですよ。大変なことになる。まあ、どんどん2対1していこう。全然余裕だから。特にブラッドミアなんてこの時間帯マジで DPS ないので、ナースのこと1ミリも削れないんじゃないかな。ジャングルナスはね、弱いね。あー、これトップが戦ってるけど、まあ、どうせヘラルドだし、普通にボット押そう。で、こういう時って急いでプッシュしないといけないから、いい使って、そのサッカーあんまり気にしないでね、やっていく。剣結構耐えてくれてるけど、あのダイブはうまくいかないっしょ。ゴースト使う必要もないかな。ウルトも使わなくてよそうだね。ナイス。ウルトも使わなくていいね。結局 W 打てればゴーストいらないんだね。まあ集団戦は W 当てに行くたびに、あの、ゴーストを使ったりするけど、今みたいに明らかに後ろから回れてるときは使う必要ないね。ゴースト本当に大事だから、あるなしで強さ全然違うから。あ、バフ欲しいな。ほら。間に合うか？ああ、間に合わなかった。ウルトないからな。ウィズゴースト使うか。もったいな。使いたくないんだけどね。あ、てかドラゴンタイムだったな。これ俺のマイバットです。皆さん、これ最悪のタイミングでね、帰ることになる。ワンチャン間に合わないかな。インファーナルの、インファーナルのこのフルーツのパワーで。ワンチャン間に合うか。あ、間に合いそうじゃん。行こう。行く行く。全員倒そう。全員倒そう、全員倒そう。あれ行くか、追いつけねえよ俺。いいので、ゲストラック。まあ、これでね、
まあまあ知らない。これでシールドもつくし、ガーゴストもあるし、もちろんディバインの回復もあるしね。何かと硬い。あ、人気なそう。ウルト使えるかな。こっから戦えないね。でこういう時ね、結構無理してこのサードタワー守りに行っちゃったりする人が多いんだけど、まあ、今回だったらまあ別に多少守りに行ってもいいけど、相手にイニシエーターいないからさ、別に多少守りに行ってもいいんだけど、相手にマルファイトとかノーチラスとかいる状態でね、変に人数振りがついてる状態で前出ると、それで全員全滅したりするから、それ気をつけた方がいいね。そういうことにはならないように。思ってるワード取ってないな。それちょっとミッド先にプッシュしてからドラゴンだね。ブラッド遠いな。触っちゃっていいけどね、正直。いけるか。うわ、え、ペンタかもしれない、みんな。ってことだね。多分姉ちゃんの方がいいと。あー、どうだろうな。もっと足の速さが欲しい。相手ね、妙にメスが速いというか、スローが結構あるから、ちょこちょこスローとかスタンとかね。だからまあ今回はちょっと姉ちゃんでいこうと思います。リサージもね、もちろん相性いいんだけどね。まあ、トップまだプッシュできてないから、それ待ってからだね。トップのプッシュ待ってからだな、バロンやるのは。バロンやるのはっていうか、僕がスプリット始めるのはね。いや、ただパンテオンと瀬戸見えてるから、他の奴が見えてるから、普通にどんどん前出るか。はい、ってことでね、サイドをプッシュしてるだけでゲームが終わってしまいました。はい、倒るの。せっかく戦っとくかね。せっかくだしね。硬いなこいつ。僕まだこれステラックも発動してないし、ガゴスも使ってないからね。みんなそういうことですよ。はい、ということでプラス50ということで10時つえーつえー。多分こいつほどね、パワースパイクっていう概念が分かりやすいチャンピオンもいないので、、僕初心者にもおすすめなんだね。ぜひ使ってみてください。お前の死体は無駄にしない。